茨城県道、栃木県道41号筑波益子線は、茨城県筑波市から栃木県羽賀郡益子町に至る県道である。茨城県筑波市上大島を起点に北上して、桜川市の真壁町地区、道市岩瀬地区を経由して、終点の栃木県益子町まで南北に続く延長、約 36km の主要地方道である。市から岩瀬までの区間は、 かつての筑波鉄道筑波線と、ほぼ並走するルートである。起点から、桜川島壁町、坂寄りまでの一部区間は、旧筑波線鉄道線ドアと用地を県が買い取り、本路線のバイパスとして整備した経緯から、桜川土浦板子自転車道線を走行してきた、自転車は、同区間が重複区間となり、東道の歩道部分を走行することになる。 1972年3月1日、前進にあたる岩瀬真壁線、岩瀬真子線の全部及び赤浜上、大島真壁線の一部を廃止、統合して新たな主要地報道として、起点を茨城県筑波郡筑波町、終点を栃木県羽賀郡真子町とする区間を筑波真子線として路線認定した県道である。1988年に、 起点の筑波町が筑波市に編入されたことを反映し、1995年に行われた茨城県道の路線再編の際に、路線名称と路線番号を現在の筑波益子線に変更し、現在に至る。道路法の規定に基づき、茨城県内の筑波市上大島桜川市、桑田玉及び桜川市西桜川同市大泉間は、緊急輸送道路として、 機能を維持するため、災害発生時の被害拡大防止を目的に、道路用地内に連中を建てることが制限されている。茨城県内は、筑波山地の西側山麓に沿って南北に従官する。茨城県道41号筑波益子線、茨城県桜川市真壁町境寄りにて、栃木県道41号筑波益子線、栃木県益子町町庭にて、ありがとうございます。